それいけ青空ラジオ、はい、10月7日10時を回りました。今日は収録ですと。はい、はい、だから本当の時間は6時です言わなくていいよ別に6時なんですある帽子ね、某の日にちの、はい、はい、今日はですね、うん、僕たちですね、10月のですね、5日から、はいはい、ちょっと遠征に行ってまして、地方ロケですね。地方遠征に行きまして。なるほど、はい、あ、そういう頭で喋んなきゃいけない。そうなんです、そうなんですよ。ややこしいですけど、今大体ですね、うん、大阪にいるぐらいじゃないですか。あ、そういうことなんですねそういう感じです。あ、難しいわ、この未来の話って。大阪にいないって、ね、あ、なるほどね。今頃たこ焼きバンバン食べてる。あ、大阪も夜んだ。夜らしいですよ。あ、あまりちょっと、うん、僕ら10月5日から10月の15日、うん、おね、帰ってくる予定ということで。そうですね、ね、うん、いろいろ地方で演芸をやって、うん、2週間ぐらいねやったりとか、そうそうそう、あとお笑いの教室をやったりとか、うん、コミュニケーション講座をやったりとか。お前、あ、そうなんだって全然聞いてないんだ、ね、俺はただ詳細を、俺はなんか旅地座みたいな感じで、うん、あの熊乗ってこう うん、どこどこ行くっていうのを聞いたわけ。普通の車なんだよね。そう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 、車に芸人4人乗って、うん、そうそうそうね、東京から出発して、うん、最後は山口まで行くっていう、ね、ずっと点々とその間にいろんなところに寄って園芸をやって、うん、いろんなものを食べてきて、うん、いろんなものを食べれんの？分かんない。あれ、お金ってどうすんの？わからない、その辺も全然わかんない。俺バイトで超怒られたんだけど2週間休むってありえないよって俺めっちゃ怒られたんだけどで早く2週間だからね。そもそもそういうの早く言えよって言われて、うん、いや決まったのはもう半年以上前からだったよ。そうだけど、なんか俺はお前のさじ加減じゃん。俺は逆だったの、うん、言ったら止められるかなと思ったから、うんうん、既成事実で行っちゃった方がいいなと思った、うんうん、なんか前もって言うとさ、うん、いやそれ行かないでくんないとかってバイト先に言われるかなと思ったから、うん、俺言わないで勝手に行こうと思ったの、うん、でもシフト書かなきゃいけないじゃん、うん、でこう書いたの、うん、でバレて当たり前だろこれ何なんだと思い、バイト辞める気かとやめませんやめませんとふざけんなよみたいなこれじゃあ誰出んだよみたいな、うんうん、いやちょっとでも僕は芸人ですから偉そうにその割には詳細を全く知らないっていう。知らない、知らない。お前ただついてきただね何その4人いる中で、ああ、まず旋風くんは、はあ、いびきがうるさいってのはもうこれは大体知られてるのよ。でもう一人すんごいうるさいって言われる漫才協会の中でも、うん、トップ3に入るぐらいの、まあ、先輩ですけどね、先輩がいらっしゃいますね。でこの4人と毎日毎日同じ部屋で寝ると思うと、うん、え、そうなの、うん、俺憂鬱で憂鬱でしょうがないのよ。え、俺が聞いたのは、うん、やっぱ先輩たちはそれぞれ部屋取って。本当に俺とここで一部屋って言ってた。だそれはごめんねって言ってた。嫌なんだよな。いや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 、それは先輩でそうだよ。だって夜になるとさ、なんかさ、うん、おい好きな子言い合おうぜわけのわからんのになってさ、ね、俺らは大体、うん、まあ、たまにね、やっぱ漫才泊まりのこともあるんですけど、うん、夜こうミニコントが始まりまして、修学旅行の夜っていうコントが始まるんですよ。始まってお前誰が好きなんだよって、俺がふっかけるっていう。漫才協会の中で誰が好きなんだよって言うけど、うん、みんな師匠たちが50、60、70好きもクソもないんだよ。恋愛どこの騒ぎじゃないんだけど本当だよ。そうね、ちょっと軽い ね、まあ、ミニコントが、ね、ントがやりますから。それがね、長く続いてさ、結局寝るのが4時か5時かね、うん、そのぐらいまでさ。この前さ、でも思ったんだけどさ、うん、この前も泊まりの仕事だったじゃん。あったあった。一歩さ、うん、寝方変じゃない。なんでなんで。枕さ、うん、普通枕こう寝ますよね、うん、あ、ま、頭に枕2つに折って、うん、高くしてそこにこういう感じで寝てるんですよ一風が。あれ何なの。なんであれびっくりしたんだけど。あれ何なの。どういう感じって。どういう感じって。え、なだから、枕があって、普通枕あったらさ、うん、こうまあ、ほぼ90度にこう寝る。あ、寝る寝る。だからこの枕を2つ折りにするの。折る折る。ちょっと厚み出るじゃないですか、うん、その厚み出たままでこう寝るから、うん、普通こういう角度で寝るんだけど、うん、一風の首こうなってんの、うん、あれ何なの俺いつも正直俺のが先にいつも寝ちゃうんですよ結局、うん、遊び疲れて、うん、俺が先に寝て、うん、こっちは寝るパターンだから俺今まで気づかなかったんですけど、たまたまなんか一分の方が先に寝て、でパッて横見たら、うん、そう寝てたから、あれ何なのあれ何なの俺もね、うん、覚えてない。あれ確かにね、うん、すごいなんかみんなでな飲んでたじゃん。まあ飲んでた、お酒も入れてた、ね、飲んでたから、うん、
飲んでて、うん、あの隣にミュージシャンのあのあいたねいたかいたでしょ、うん、ミュージシャンの方がいて、うん、その人の過去の話になったじゃん、うん、あまあね俺あんまりそのミュージシャンに興味がないいやめろよお酒のピーチが早かったのいや来るんじゃないよ怖いよ俺、ねうん、今日はね、うん、来るけど、うん、それで、うん、確かに枕を2つにしたのは覚えてる そうしてたのしてて、うん、ですげえ高えなと思いながら いやちょっと横で見て俺が持ってんだから絶対寝にくいでしょと思ってだから、うん、案の定起きたよね夜中あ起きてたのか起きたんだあれなんだこの高い枕はと思って、うん、そしたら自分でやったというの気づいてさ、うん、でお前がすごいなんかグーグー寝てるいや俺は寝るよ俺は寝るよ腹が立つから一回バシッて叩いていやおいそのままスッて寝てたよいやどさくさめに叩くんじゃないよ俺は、それでも起きなかったじゃんいやもう俺はね一回寝たら起きないからでまあそんなあって、はいはい、まあでも食事は楽しそうだなと思う飯食わしてくれんのかな食わしてくれないとか自腹じゃないの俺だからそういうシステムがあまり分かってないんだよね、うん、とりあえず行くっていう話でしょ、うん、そうそう話で、うん、詳細は下まで全然降りてこないのよ下のものまでにはの上の人たちがね神々が決めててそうそうそう俺らはね雇われのみだから、うん、でも最近、うん、昨日だったかな、はいはい、昨日電車の帰りがけに、うん、なんか俺らも芸人なんだから、うん、好き嫌いをはっきりしていこうって話してたじゃんそうそうそうでなんか旋風が食べ物に関しては好き嫌いがはっきりしてるということで、うんいや俺それをまあ話す前に、うん、まずここでが、まあ、俺らその幼なじみコンビでも何でもないから、うん、コンビでまだ4年しか経ってなくて、うんまあ、意外とプライベートのことって言わないから、うん、あまりなんかお互い何が好きかも分かってないから、うん、その辺まずどうなのかなってい う, そう大前提で俺それがね、うん、衝撃的だったのが、うん、好きなさ、うん、食べ物なんだった生姜焼き生姜焼きでしょ、うん、それどこの生姜焼き美味しい福神じゃんそれはさえなんで俺それが全然分かんなくてえま、なんか生姜焼きの生姜焼きが好きなんだよねえ俺は福神さん の,、うん、あのチェーン店の、うん、いつもお世話になってる福神さんは、うん、すごい美味しい料理出してくれるって思ってますけど、うん、一風は、うん、あの福神に対して、うん、まずい料理出すなと思ってるといや俺言い方俺は思いますよそういう意味じゃなくて俺はそんなに福神さんに行くことがないから結構チェーン店ないあるけど、うん、そんなに行くイメージがないし、うん、あと豚が豚の共食いをするんだって言ってさおいおいそこは持ってきたかったんだろうやろうやりやがったな考えてるよいやいや違うわなんでその話聞いたのかな思ったらいやいやでも生姜焼きがさ そんなに好きだとは思わなくて別に何でもいいんだ俺この4年間の中でさ、うん、衝撃でなんかいつも唐揚げを食べてるイメージとか鶏系を食べてるイメージが多くて逆に見てる人どう思うのかななんか野菜食べそうなイメージないですかこっちがカツとかすごい好きなんですよ、うん揚げ物系大好きでいやまだ分かってないん俺お菓子が好きなんだよ そうそう基本的に主食はお菓子でそうそうそう最近ハマってるのが、うん、チョコレートを焼いたやつとか知ってる焼きチョコっていうのへこれが食べたらすぐ口の中で溶けてめちゃめちゃうまいのよ、うんあでもなんかみんなうんって、うん、待ってそうそう待って、うん、男性の方がうなずいてないや男性はこっちチームだと思う俺そんなお菓子知らないもん本当生姜焼きですよねあ生姜焼きもうなずいてないあ何が好きなのかなまあいいや、まあ、とりあえず一曲聴いていただきたいと思います、うんはいはい音羽美穂さんで、うん、I love me のに
け実現してるだろう。思った通りの自分に今の自分はなってる。こんなに受け取ってるのに、あんなに望んでいたのに、プラスの面は見ないでマイナスばかり気になっちゃうのは、はい、聴いていただいた曲は音羽美穂さんで I Love Me でした。さあ今日は素敵なゲストが来ていただいております。お浅草ロック夢町劇場ハイスクールキャンパスメンバーの河野すみれちゃんです。いらっしゃいませ。いやーすごい。じゃあ自己紹介お願いします。おはい、浅草ロック夢町劇場ハイスクールキャンパスから来ました河野すみれです。いやよくできました。素晴らしい。現役高校生です。いや素晴らしい。素晴らしい。このラジオにも未成年がダイヤの原石を見つけてきましたよ。素晴らしい。1分のことあまり褒めないですけどよくやった褒めたいと思います僕は。あとね、生姜焼きを死ぬほど大好きという、はい、あ、どうなの、はい、福神でしょ福神じゃないんですけど、イルマないっけ、あ、いやいや、イルマ多いよ大好きで1日3食食べても飽きない。本当に、はい、でもさっきなんかチョコレートのくだりでうんうんってうなずいてたけどチョコレートも好きなんですけど、うん、チョコレートの次に生姜焼きが好きです。あ、でもやっぱ一番はチョコレートですね。僅差で、そうですね。あ、じゃあ一風チームだちょっと一風チームだ。お前何何不機嫌になってるの。いやもうこの生姜の美味しさがいやそんなのどうでもいいんだよ。こっち生姜焼きでね、こっちがチョコでね、はい、オッケー。半々でできてるの。半々できてます今日はね、うん、ほんと言葉をね、うん、選んで喋んなきゃダメなんだよ。そうなんだよ、貧困法制のラジオしなきゃいけない。そうそうそう。あとね、これのラジオいつも10時からやってますけど、今日は生放送じゃないんですよ。収録なんで、ちゃんと守ってますからね。もしあの不適切な発言ありましたらカットしてください。カットしていただいてこれはね、始まる前にね、あのママからも言われてますから。そうだね、きつくね、言われてありますんで、未成年ですのでね、その辺わきまえてちゃんとラジオやっていく。そうそうそう、プレッシャーも半端ないから。そう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 、俺もね、そう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 、言葉なかなか難しいですけど、まあまあまあ、まあもともとのきっかけはですね、この前ありました、あのレッドカーペットですね。あのレッドカーペット、浅草の下町コメディ映画祭、うん、ありましたね。こちらのレッドカーペットでたけしさんがレッドカーペットで登場してくるんだけど、うん、その時に芸人と、うん、あと河野ちゃんが、そう河野ちゃんね、浅草に挟む形で、そうそうそう、うんうん、目の前にいたんで、ね、そう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 、ね、ハイスクールキャンパスのメンバーでね、はい、来られてて、うん、そこで対面する形でレッドカーペット挟んで、対面する形で両脇にね、そう行って、すごい盛り上げてくれてたの。すごかったメンバーが。そうそうそう、ねえねえ、でそれを見てて、あ、楽しそうだなと思って、そうみんながハイスクール、そうそう、ハイスクールメンバーが写真を撮ってたんだけど、無理やり映り込んでそうだよね、衣装が可愛かったんですよ。衣装が可愛かった、ありがとうございます。写真撮りたいなと思って、こうカメラを向けたら映ってくれたんで、うんうん、あ、嬉しいと思って撮りました。そうそうそう、一歩そういうとこありますから、一歩そういうとこありますから、ね、いやいや、ちゃんと言った方がいいよ。河野ちゃんは一風さんだけを撮りたかったんだ。いや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 、同じ衣装ですもんね、俺ら同じ衣装だもん。いやいやいや、目の前にいたのが、うん、そう、たまたま一風がたまたまじゃないんだもんね。ブログで見たら俺しか映ってない。いや、一風が映り込んだから俺こっちいたんだ。半分です、俺こっちなんだ。もともとね、でもね、浅草ロック夢町劇場のハイスクールキャンパス、うん、これはどういうコンセプトで、うん、これは、うん、こう芸能界を目指してる子たちが、うん、とりあえずステージに立ちたい子たちを集めた劇団です。わかりにくい、まとめにくい。いいんだって。もうなんかこの前公演があったらしく、はい、夏に1ヶ月、うん、1ヶ月か、はい、すごいね。そのタイトルは、それはサマーソングです。サマーソング。なんか夏休み中ずっとやられたって。ずっとやってました。へー、
ずっと。それはもう高校生嫌だったの。なんかすごいなんかこうずっとってなんか気持ち落ちたけど、やっと終わってよかったみたいな。夢に向かってる。夢に向かってる。すごかったです。はい。みんな見てるから。大丈夫大丈夫です。それは高校生しか入れない。はい、高校生だけです。だけで。だけです。これね、ダイヤの原石見つけてあって言ったじゃん、うん、いやひときわ輝いたから。マジですか、うん、6人ぐらいいたんだよね前にね、うん、いやもうみんなみんな綺麗だよ、うん、みんな綺麗だけど、うん、ひときわ輝いた。確かに。いや、お声かけいただいたじゃないですか、うん、でその後にこう、うん、Facebook に載ってて、うん、ダイヤの原石を発掘、ベールを脱ぐってでまずそこで自分は今日の、ね、ラジオね、ダイヤの原石だったのかと思って、うんうん、まず自分はベールをかぶってたのかと思って、うんうん、それをみんなに報告しました私はまずベールをかぶってたらしい。ベール、まあ、これ世に、ね、まだ発掘されてないと、ね、こんなにいい子がいるのに、うん、まだ世間の人は知らないよと、ね、うん、いうところ をうちの一風が見つけてきたと。そう、見つけてきたから、いいプロデューサーだわ、うん、このハイスクールキャンパーはそもそもどういう感じで入ったんですか、うん、ですね、オーディションが3月にありまして、うん、それをこう受けて合格数字が来ました、うん、何人ぐらい受けた感じ。140人。すごいね。でハイスクールキャンパスは何人のメンバーなんですか。20人です。はい、じゃあ合格者のもその時20人。その時の合格者は24人なんですけど、うん、24人ね、うん、やっぱりこう他の用事があって出ないっていう子もいて、うん、最終的に20人に今なってます。何、倍率にしたらそういうことだな。どういうことだよ。計算しようかなと思ったけど、なんか間違えたら嫌だなと思って。このハイスクールキャンパスは、ハイスクールキャンパスは演劇なんですよね。ミュージカル。ミュージカルですね。ミュージカル。ミュージカルです。河野ちゃん、もともと女優さんなの？女優さん。うん。の、うん、卵、うん、ちょっといいですか。どうしたの。お母さんがちょっとね、不笑いしてたから、うん、いいんだよ、お母さん今優しく見守ってんだから。そうそう、天の声として今日お母さんにも登場してもらうことになってますんで、ちゃんとねマイク預けてますから。どうでした、お母さん受けると聞いてどんな気持ちだったんですか。すごい心配でしたけど、はい、やるなら一人で行ってきなさいって言って、はい、初めて東京まで一人で行かせました。心配じゃないんですか。心配だったんですけど、でも本気でやりたいんだったら行ってきなさいって一人で。なるほど、はい、覚悟があるならば行けよと、はい、ライオンの子供と一緒ですね、もう崖から落としてと、はい、谷底に落として、這い上がってきたら、だったら君は本物だよと。なるほど。オーディションはどうでした。オーディションは、うん、緊張してて、うん、水を飲みまくってたんですよ、一人だけ、うんうんうん、結構みんなシンって待ってるのに、うん、うちだけもなんかひたすらペットボトルこんなの出てかなり挙動不審な感じになってますけど大丈夫ですか、これ受かりますか。すごい挙動不審になってて、うん、ステージ上がったら緊張が解けて、うん、自由にやってました。本番に強いタイプだ。本番に強いですね。お、素晴らしい素晴らしい強い言葉いただきましたよ。オーディション受けた時に受かると思いました。受かると思っちゃいました。いやでもそんぐらいのね気持ちがないからやっていけませんよ、はい、自分ではどこが受かるっていう確信が。それが結構その劇場が T 字なんですけど、うん、こういう花道があるんですけど、うん、そこの花道で何かをする子がいなかったんですよ、うん、自分の特技をするときに花道で特技しますって子がいなくて、うん、自分だけちょっとダンスをしながら歌うっていうか半分暴れるっていう感じのものをやったので、うん、マイクを持ちながらはできない、うん、でも確かに、うん、遠くにいたら声は届かない、うん、じゃあもう花道に出ちゃえってことで一、うん、人だけ花道に出たら、うん、それが結構良かったらしく、うん、その後編集部の方にちょっと、うん、あなたすごかったですねという一人だけいいじゃないですかっていうのをいただいて、うん、あ実感が実感があると思って、あ、もう受かったと思って、ちょっとこれは来ちゃったんじゃないかなってちょっと思ってました。なんかそのオーディションをきっかけに、うん、なんか雑誌にも載ったっていう。はい。なんていう雑誌に。HR です。おお。素晴らしい。出たことないもんな。出たことない。雑誌デビューしてるんですから。先輩ですよ。すいません姉さん。よろしくお願いします。姉さんね。姉さんですよもう。ダイヤの原石がね、すごいわ。いやもうよろしく。
かわいいな、かわいいよ。で、その合格して、うん、でハイスクールキャンパスは現在20人で活動してるってことで、うん、なんかチームが分かれてるってやつ。そうですね、そのサマーソングという舞台の中でこうチーム分けが、役柄としてのチーム分けがありまして、うん、まあ AKB でいう感じですよね。まあそんな感じですね、はい。まあ、それもその演劇の、うん、演劇のバージョンみたいな感じで中だけなんですけど、うん、ちなみに河野ちゃんはチームはなんていうチームなんですか？チーム職人です。待って待って待って、 AKB でならチーム A とかさ、うん、チーム B とかね、あるよね。もう一回言ってもらってください。チーム職人です。チーム職人、はい、大丈夫ですか、それ、そのチームで。大丈夫。のネーミングは誰が？ネーミングは演出家の諏訪野慎太郎さんが、うん、なるほど。チーム職人という。職人ですね。え、ちなみに他のチームは？チーム商店街、チームミュージカル部ですね。一つだけちょっとかっこいい。そうだよね、一つなんか一個あるよね。だってね、商店街なんかほぼ下町だから。なんかね、地域密着な感じがね。浅草っていう感じがするけど、なんで一つだけミュージカル、はい、それわかんないんですよ。それはエリートじゃないの？あ、確かに。そういう区分けじゃなくて。最初はうちらも思ったんですよ。うん、ちょっとあなたたちだけちょっとエリートじゃんって言ったんですけど。なんかね、嫌だよね。あ、でもやっぱりちょっとエリート。うん、ミュージカルの先輩っていう。あ、ちょ、お母さんそうなんですかね。はい、お母さん言わけ、青いでただけ、お母さんこうしてたから、そんなことないよ、うちの娘いけるわよってやってるのかな。そうじゃないんですね。熱くて、すいません、失礼しました。役柄的にミュージカルをもともとやっている子たち で、うん、でチーム職人と商店街は全くやってないんですよ、うん、でそのチームミュージカル部に習いながら一緒にミュージカルを作っていくっていうやつだったんで、うん、まあ、少し上というか。でも露骨に名前に差別しましたね。そんなに差別つけます？すごいびっくりしたんですよ。ですよね。なんかもうちょっとこう。え、私チーム職人？ね、職人はちょっと嬉しかったんですけど。それ嬉しいんかい。ミュージカル部だけかっこいいっていうか。そうだよね。なんかそういう、ね、名前がしっかりしてるっていうかね。確かに。そこだけなんか違うなっていうのはなんか、ね、みんな言ってましたね、結構。でもそっから始まって。始まって、うん、この前夏の舞台があったじゃないですか。はい、うん、どういう内容だったんですか？内容的にはこの、うん、その劇場自体がもう舞台なんですよ、うん、その劇場が舞台で、うん、この夢町劇場がなくなってしまうという危機に陥ってて、はい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 、でも地元 の、 その職人、うん、職人の子だったり、その台東区の商店街の子供だったりの、うん、あとミュージカル部、うん、この3チームはこの劇場をなくしたくないっていうことで、うん、こう様々な子入ってきていろいろやらかすんですよ、うん。何をやらかすんですか？やらかす。チーム職人はまず電気をつけに行くんですよ。なるほど。チーム職人はね、光をいいじゃん、劇場の光を。それ壊されかけてるんで、あ、明かりを灯さなきゃ。なるほど。で、商店街は、うん、とりあえず運とリズムとタイミングっていうモットだったんで、もう一回言ってもらっていいですか？運とリズムとタイミングなんで、運とリズムとタイミングで、タイミングなんで。すいません、それで上の人もう一回連れてくれてもうちょっとコンセプト詳しく聞きたいんですけど。すごいですね。その子たちはとりあえず何かを起こそうっていう動力だけで、なるほど、やってると。気持ちはもう必死なんですけど、うん、特に目標はないっていう。ないことですね。もう運と何とかで、リズムとタイミングで、運とリズムとタイミングで、で、すれ違いでミュージカル部が入ってきて、なるほど、あ、やばい。ミュージカル部はもう先生を呼んでるんですよ、ミュージカルの先生を。なるほど。でも、うん、リーダーがちょっと勘違いをしまして、うん、1時に来てくださいって言ったんですね、うんうんうん、それを、うん、ミュージカル部のリーダーは午前の1時、あ、まあ、夜の1時だと思ってて、時間を間違えた、はい、夜中に来てるわけですよ、うん、でそれで本当に言ったの日時、うんうん、言ったよ、うんうん、1時でしょ、うん、それって昼間の1時じゃない、うん、そうかな、そうだよって言って、うん、結局会えないんですよ。あー、すれ違いで、すれ違っちゃって、うんうん、これは大変やん。大変ですよね。そしたら、うん、来たんですよ、あかりが。あ、来て、あ、先生だよって言ったら、そこの工事関係者で、うんうん、でまあ工事関係者で、うん、何してんだって言うじゃないですか、うん、そしたらチーム商店街、運とリズムとタイミングが来るんですよ。お、来た来た来た、見つけたぞっつって、うん、その建設業者をね、うん、見つけたー、いたよって言った瞬間に、うん、電気バーンってついて、うん、でうちらが入ってくるんですよ。お、来た、電気ついてやったーって、そこでみんながこうやって集まって、でも初対面なんですよ、みんな。なるほど。で、あ、どうもって言って、うん、てめえら何してんだーって怒られて、わーって散ってくっていう。
なるほど、なるほど、あの長々と聞きましたけど、すいません、半分も分かんなかったですけど、まあ、大体でも素晴らしい、大体素晴らしい、そっからこうミュージカル作っていくっていう、ああなるほど、乗り越えて、でもこれ作っ、うん、これを考えた人は結構有名な方なんですよね、はい、誰の、菅野慎太郎さんという演出家さんで有名ですね、はい、なんか旋風知ってる人、あと振り付けの、ね、振り付けが、はい、そこちょっと違うんですよ、うん、振り付けが、振り付けがパニクルーの中野智之さんという、 その方は、まあ、知ってるっていうか、うん、俺が昔テレビで深夜でテレビ東京かなんかで、うん、ダンスグループですよね、はい、ダンスグループです、だから番組やってたんですよ、ちょっと面白い感じなんですよ ね、 なんかコミカルな感じも入れて、はい、でも世界一になった人もいるから、はい、本格的にダンスももちろんできるっていう番組やってたんですよね、はい、それを見てたから言われて、うん、あ知ってるなって言ったわけ、あじゃあ結構すごい演出家の方が、俺はすごいなと思 う世界一の人が世界一の人がリーダーですね、あでもそのダンスを教えてくれてる人っていうのはファニークルーの中のだその方です、中野智之、ちょっと待ってください、外野からね、うん、違う違うっていう、もう一回ちょっと解説をお願いします、あのもう一人にあの関係者の方が、関係者の解説をちょっとお願いします、あちょっと違う、なんかでも片倉に口を閉ざしてますよじゃあちょっと、うん、まあそれ後ほどのホームページの方でやるみたいで、ね、じゃあここでちょっとですね一曲挟みたいと思います、長友理沙さんでもしもあなたがおじいちゃんになったら、曲は長友理沙さんでもしもあなたがおじいちゃんになったらでした。さあ先ほどですね、この夢町劇場のオーナーがパニクルーのメンバー、
全然違ってきますよ。社長が代表取締役が、その辺の詳しいのはホームページ調べて代表がバニクルーのメンバー、サブリーダーをされていたことで、これは大丈夫ですかね、うん、合ってますね、合ってますね、そういうことですね、うん、なるほどですねなぜこの答え合わせ普通こういうのってちゃんと調べてこなきゃいけないんじゃないの俺らはすいません、なんか勉強不足で、まあ、すいませんね、もうそう、ここでメールが来ております、うん、はいはい、はい、ありがとうございます、こんばんは、はじめまして、今回河野さんがゲストということで初めてメールをさせていただきます。ありがとうございます。ダイヤの原石を発見されたとのことですが、うん、自分も河野さんは素晴らしい才能を秘めている逸材だと思います。おー、いいじゃないですかね。今回は芸人さんの力で河野さんの魅力をたくさん引き出してもらえるのを期待しております。ラジオネーム唐揚げ王子。お、これは唐揚げが好きな人ですかそのままじゃないかツイッターでいろいろこう、うん、やり取りがありまして、すごいファンの方じゃないですか。はい、結構やり取りしてるんですけど、 うちの、その数少ないハイスクールキャンパスの男の子の一人が唐揚げを買ってくれたんですね、女の子たちに、でそのことをツイッターで言ったら、唐揚げ王子が、僕も唐揚げを買ってあげるよと。あ名前通りの方なんですね、唐揚げ王子。唐揚げをくれる。そっからじゃあ唐揚げ王子で、唐揚げ、違う、唐揚げ、唐揚げ王子でっていうことで、結構見に来てくれて、あ、はい、2回くらい、なんか唐揚げ王子に言いたいことあります、唐揚げ王子、唐揚げ待ってます、なるほど、そうですよ、このままね、シンプル、そういうことなんですよ、唐揚げ王子なんだから、ありがとうございます、紹介でも何でもないんですよ、唐揚げなんですからね、唐揚げなんですから、ありがとうございます、ちなみにコウちゃんは、もともとその女優になりたかったっていうのは、は、中学校2年生の時に、まあ、いわゆる 2.5 次元ミュージカルというアニメを舞台化したものを見まして、まあ、最初はまあ実写かなんてとか思ったんですけど、見たらすごくて、でその時の主役の人が中学2年生、若いですね。若い、若いんですよ、その子が主役でもう大勢を引っ張ってるんですよ、もうそれがかっこよくて、もう自分にもできるんじゃないかって思っちゃって、あ、逆にできるなと、ちょっともうこれはかっこいい、自分にもきっとできるという、その時も合唱団とかも行ってたんで、あ、もう習い事されてて、はい、はいはいはい、はい、まあ、歌はちょっといけるんじゃないかなっていうので一歩踏み出したのがきっかけですね。もともと小さい頃から習い事とかやってたんですか。はい、激しく、激しく、突然聞いてみましょう、激しく、なかなか習い事激しくっていうのはなかなか表現的に、例えば、まあ、一番最初は、まあ、ピアノ3歳、あ、女子だよね、通りますよね、通ると、ピアノ幼稚園、3歳から、3歳2歳ぐらいから始めて、幼稚園で挫折、挫折、何かあったの、鍵盤あるじゃないですか、あの鍵盤を、うち一軒家だったんですけど、2階にあったんですね、鍵盤が、でも一人で2階に行けないんですよ、子供だから、でも鍵盤を練習しないと次のレッスンで怒られる、でも2階に行けないんですよ。2階に行けないってのはなんて、怖くて怖くて一人で2階に行けない、一人で行けないって、わかるな俺も、わかりますか、わかる、一人で行けなくて、ママ一緒に行こうって言っても忙しいから来てくれて、あらママで、できないんですよ、練習が、いけないですよね、できなくて、で、次の時に行って、もうついていけないから泣きながらやるんですよ、で最終的に鍵盤を下に持ってきて弾くんですけども、嫌になっちゃってやめました。あらお母さん、なんか反論あります？その通りですか？その通りですね。あ、お母さん、その通りだったんですねお母さんが原因で、ね、2回ついていけなかったおかげで挫折しちゃったんですね。ピアノは分かりました。他にも、はい、他には、順々に言っていくと、合唱団ですね。合唱団、ああ、ね、歌が好きなんですね。好きですね。合唱団に入って、ソロ版に入って、ソロ版ね。ソロ版、まあね。ソロ版。なんでソロ版で？ソロ版は、ママから勧められて、で入って、まあ楽しいんですよ、すごく。パチパチするのが。多いじゃないですか。楽しくて、足し算できました。多いですね。それは足し算。掛け算もできました。多いですね。引き算ができない。あら、ちょっと待ってください。あれ、現役の女子高生聞いたんですけど、足し算は大好き。大好きです。掛け算も大好き。大好きです。引き算は嫌いです。嫌い。そういうの嫌い、好き嫌いあるんですか？あるんですね。生きていくために必要なことなんじゃないですか？俺は。結構考えないようにしてるタイプでして。考えないように。あまり人生の中でそんなに重点置いてない。
足し算は考えるんですけど、足し算いいですね、引き算はあんまり考えないタイプで。あ、なるほど、なかなかいい教育ですね、うん、自分では人生はやっぱプラス思考の持ち主だから、うん、マイナスは好きじゃないと。そうですね、そうですねってそうですねって、後乗りがすごいな違うでしょそういうプラスマイナスなの違うでしょ、足していく人生が好きだとプラスと掛け算が好きなんですよ。引き算と割り算は嫌いで、うん、まあでも足し算とか掛け算でいけるのは、うん、何級かな、3級4級ぐらいまで行って、うんうん、そろばんの級がね、うん、でまあ、2級とかに行くと割り算が入ってくるんですよ、うん、もうひっちゃかみっちゃかですよ、頭がひっちゃかみっちゃか掛け算とかはそろばん使わなくても頭でできたんですよ。おお、なるほど、いけたんですね、いけたんですよ、クリアできたんですね、いけたんですけど、うん、割り算が入るともうダメで、うん、10割る2とかもダメだったんですよいや、すごいですね、そろばん入るまで応用効かないですねそのまま入るまで4たす6は10って知らなくて、うん、いや、あれ、ちょっと一回お母さん話聞いてみますよお母さん聞いてみますすごい、俺よくレベルがわからないなかなか自由にね、伸び伸びと育ってきた感じがしますね、うん、これは、うん、そろばんっていうのはやっぱ自分が好きなようにやれるんだ。いや、僕もね、あのそろばんやってたよね、やってましたけど、うん、これ初めての感覚ですね僕の周りにはいないタイプですけども、好きな数字をあーって書いて、うん、全部計算してくれるんですよ、全部していきますね、してって、うん、最後に答えを書いて、うん、電卓で答え合わせするんですよ、うん、それで、うん、会った瞬間がうわーってなるんですけど、うんうんうん、それはそうそうそう、会ってなかったら、うん、会ってなかったで、うん、もう一回やろう、楽しいってなるんですよ。でも引き算が出てくるとやめます。いやいや、やめないでよ、引き算やめないでよ、その場の醍醐味を醍醐味ってことじゃないけど難しいですね。なるほどね、なるほど、引き算と、うん、割り算は嫌いと、嫌いということですね。嫌いです。なるほど。わかりました。いや、これはそろばんやめるわな他に習い事は、他に、うんうん、あ、ドラム。ドラム、おお、音楽かなりやりますね。音楽好きで、やっぱ好きなんですね。ドラムは、うん、まあ3ヶ月なんですけど、なるほど、短く体験入団ね、うん、ぐらいの感じで他にも、他には、まあ、少林寺拳法、お空手、今度一気になんかアウトドアの、どうしたんですか、まあ、空手は、うん、あの近所の子がやってまして、おいおいおい、見に行ったらかっこよくて入ったんですけど、あ、最初に白い真っ白い帯もらうんですね、はい、入門ですよね、入門ですね、うん、一番、うん、そっから3年間白帯のままっていうなるほど、なるほど、これには訳が、うん、あ、訳がある、訳がある、訳がありまして、うん、試合を一回出ちゃえばもう次の紫色の帯をもらえるんですね、うん、あ、出ちゃえばいいんですよ、うん、なるほど、でも怖いんですよ、あ、試合に出るのが、試合に出るのが、うん、こういうヘルメット分かりますか、なんかフレースみたいな、やってるやってる、でここがガラスの、うん、あれをかぶって殴り合いするんですけど、うん、怖くてそれ女子もやるんですか、女子がやる、女子もやってます、女子もやってます、バーンってやってて、うん、もうダメですダメですってなって、フルフェイスかぶってたら、はい、あざとかもできないから痛くはないんじゃない、あ、痛くないです、でも、でも怖くてでもすごい衝撃ですよね、かぶっててもこう殴られたら、あ、このまま、ですよね、あ、そんなになるの、はい、あまり女子におすすめしない方がいいんじゃないかなっていう、でもそれ3年間も続けたんですよね、はい、最後の方はもうお腹が痛いで通して完全にやめる前じゃないですか、もうお腹が痛いから畳の端っこで座らせてくれって言ってとりあえず座らせてもらって基礎だけ出るっていう、もう早くやめさせてもらってよ、やめたらいいじゃない3年によくやったよ、逆にもうお腹痛いんでしょ、もうやめな、そういうのはドラマは3ヶ月でやめたじゃんその要領で一人からでもやめろよお腹痛くなるよ、もうやめな、そういうのはやめな、やめな、もうやるんじゃない、そういうのは。でも習い事はこれぐらいですよね。まあ、あと何かありましたっけ、まだ激しく英語とダンス、英語とダンス、あ、これいいじゃないですか、お、まあ、英語は好きで、はいはい、まあ、続けてたんですけど、うん、中学2年生の時に、うん、なんでやめちゃったんだっけな英語でも引き算が出てきたんですか、あ、でもちょっと似たようなのが出てきました、あら、待ってください、どういうことですか英語に引き算が、小学5年生から中学2年生までやってたんですけど、うん、小学生の間は単語を覚えて発音する、うん、でまあゲーム感覚で楽しくやるんだったんですけど、うんうんうん、まあ、中学になるともうテストも入ってきて変わるじゃないですか、もううち文のそのなんかあるじゃないか、こう形容詞、うん、形容詞が形容詞なんたらかんたら全く理解できなくて、うん、ちょっと無理だなって、なるほど、単語習
はいつも完璧なんですよ。あ、単語は好きなの、単語は好きなの、でも文章にするとなるとちょっとごちゃ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 いろんな規則があるからちょっと一回聞いていいですか、うん、あのお母さん的に勉強のことを聞いても大丈夫ですか、はい、だいぶ勉強の方がこれイメージダウンにこれ大丈夫ですかね、これ伸び伸びという、伸び伸びと、そうお母さんの方針は伸び伸び方針、伸び伸びと、そういうことですよね、伸び伸びと、でも単語覚えるだけでもすごいよ、そういうで、ね、単語覚えるけど文章にはしたくない、したくない、うん、でも単語さえあればね、そうそう、会話はできるから、できますか、さあ確かに確かに、なんで俺らが一生懸命フォローしないといけないんだろう英語を発するの好きですね、なるほどね、よく最近の口癖が、うん、ゴーアウェイっていう、お何かあるたびにゴーアウェイって歩くんですよ、どういう意味、まさかの大体で使ってんの合ってんのそれ大丈夫、自分の道を行く、あーゴーアウェイね、それをでも大体買い物した帰りにレジ終わってゴーアウェイってこう、すごいな、すごい雰囲気でね、雰囲気でね、いいんだよ、あとね変わってるのがね、何何音楽の趣味、あれなんで音楽結構かなりやってて、音楽すごい好きじゃん、うん、いいじゃん、でもね高校生らしくないというか、え今時の高校生じゃないっていうか、だから例えばカラオケの定番は、うん、椎名林檎さんの本能、あ本能、これを何歳で歌ってたんですか、小学校4年生です、いやすごいな本能4年生でね絶対詩の内容分かってないでしょただ歌ってるだけでしょ、理解して、ちゃんと詩分かります、あんまり知ってなくて、うん、ただこうナースの映像が流れてるのを、うん、かっこいいって見ながらこう歌う、 あとあのアーム上、あ、あれこれは親御さんの影響なのかな、なんでだか分かんないんですけど、友達とカラオケに行った時、はい、椎名林檎さん歌うじゃないですか、はい、あ無情とか歌ったら、はい、どんな反応します、シーン楽しい、だってみんな AKB とか歌ってるんじゃない、歌ってます、 AKB とかも西野カナさんとか、あもう恋歌ってるんですよ、うん、うちは本能なんですよ、本能とか、うん、あの丸の内サディスティックとか大丈夫すごい個性が強いね、個性が強い、でもなんとなくわかる、俺らも師匠と行った時、師匠とカラオケに行った時に、うん、師匠たちがすごい演歌の歌を歌うんだけど、うん、俺ら全くわかんないのよ、その友達の状況が俺らすごくわかる、だから20歳ぐらいの人たちと行くと、うん、あよく知ってるね、懐かしい、確かになるなるなる、上の人にはね可愛がられるよ、はい、同世代と行くと、うん、まあ、西野川さんみんなだったらこう乗れるじゃないですか、うちが本の歌うと、えあみんな固まってる、もう固まって終わるっていう、もうなかなかのね、うん、生き様ですね、なんかちょっと、いやいいですけどね、好きなものは好きですから、ね、まあ確かに、まあ、ちょっと高校生らしいのをポン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 聞いていきましょうか、あ何あるんですか、うん、例えばもう簡単なやつをね、うん、好きな食べ物は何ですかパンとパンパンとマグロ、イチゴ、ナシ、ポッキー、イクラ、あのちょっと止めていいですか、すいませんパンパンいけません、ちょっと止めさせてください、あの一番初めの僕が確かならマグロって聞こえたんですけど、マグロって聞きましたねマグロはもう多分生まれてから好きだと思います、本当に物心ついた時にはマグロが目の前にありました、あ目の前にえどういうこと、普通はあれじゃない、落ちてないのね、お探してる時にさ、まずはマグロはダメじゃない、子供のね、もう 目が多分あの脳がこうあれですね、マグロって認識する頃から、あーなるほど、物心ついた時に、うん、もうマグロが好きでした、お母さんこの時はマグロ食べさせてたんですか、はい大好きで、あお母さんも大好きで嘘じゃないんですよね、これ本当に、はい、あらなかなかマグロ、マグロ来てイチゴが来ましたからね、そうバランスが色は似てるんだけどね急にねデザートみたいなねフルーツを食べるようになってすごいな、でイクラに入って、イクラ最近入りました、あ最近入ったんですか、はい、新鮮な、マグロからちょっとイクラに乗り移って、乗り移ってでもやっぱり、うん、サーモン、あでもマグロっていう、うん、最近マグロですね、あじゃあそのなんか差し入れとかはあのマグロくれれば、あとイクラをくれればマグロだよっつって、こう唐揚げより唐揚げよりもイクラの方がいいと、あそれ悩む一回その唐揚げ王子、イクラ王子になってくださいよ、もう言ったんですよ、唐揚げとどっちがいいの、私は唐揚げと手羽先だ、今日ですね、唐揚げと手羽先どっちがいいのって言って、唐揚げですって
中身がなんかすごいなんかおっさんっぽいんですけど、あの女子高生の可愛さみたいなのないの、うん、ちょっとそのかわ、かわいさみたいなね、この、うん、なんでこう精神っぽいさ、うん、この初々しい、どうでしょう。例えばじゃあ差し入れでもらうとしたら、うん、ちょっと高校生らしくもポッキー、ポッキーね、あポッキーは可愛い、可愛いよ。極細、極細、そこはこだわるんだね。そここだわりなんですよ。そのこだわりは、あれがいいんですよ。なるほどね。あ、いいじゃない。でも高校生ってことはやっぱ好きな人とかはいないの？あ、恋愛？恋愛系は全くいません。お、今までいたことはないんです。あら、興味はないです。ちょっと待って、お母さんが、お母さんがもう顔してちゃったもん。え、今まで例えばバレンタインでチョコレートあげたとか？あげるのは余ったらですね、うん、余ったら、余ったら男の子にあげるか、なんかいい子に友チョコを最初にチョコとしてあげる、あげて、あ、余ったらまあ、余ったらまああげるってことで、なんかでもモテそうなんだけど、思いました、可愛いですもんね、うん、んですけど、あなた、ちょっともう一回言って、モテそうなんですけど、うん、よく言われるんだ、おい、おい、あらよくお前抜け抜けコウノちゃん、いや可愛いのは認めるけど、そういうのは自分で言わないの、そうだね、結構茶髪とかにしてるんで、そういうの結構チャラいんでしょとか言われるんですけど、全くそんなことはございません、あら、全く今まで行ったことないので、いいね、それも中学校の同級生を連れてきて、うん、証言させてもいいです、あ、それぐらい、それぐらい本当に真っ当です、何もないです、もし売れた時に、うん、フライデーに売られちゃうような写真は一切ないと、ないです、わ、素晴らしい、なるほどね、いいですよね、す、 AKB みたいなことにはならないと言うんじゃねえよ、言うんじゃねえよ、まあ、あっちから嫌われんだろう言うんじゃねえよ大丈夫怖えよ俺はまだ芸能界痛いんだからラジオネームサイキッカーさんですね、ありがとうございます、はい、すみれさんの可愛い服の見るのが楽しみですと、はい、いつもなんかファッションにこだわりが、はい、うん、服が好きでして、あ、はいはい、まあ、ちょっと普通の女の子よりは少し過激めな、うん、過激めめな攻めてる、赤ですね、赤、赤が、あ、赤が好きなんですか、赤色が、結構好きな色がいっぱいあって、うんうん、それ全部洋服に取り入れちゃったりとかするんで、うんうんうん、こう洋服にはこだわりますね、うん、出かける前、1時間前とかに頑張りますね、爪とかもすごい可愛いですよね、可愛いですね、でも青ですけど、うんうん、はい、でもちゃんとさピアスは、はい、ちゃんとイチゴですからね、マグロじゃないですよ、ね、イチゴですからね、欲しいんかい、そこはイチゴにしようよあとね、なんかね、うん、趣味が変わってるって話も、何、なんか趣味がね、うん、高校生らしくないという、何何、趣味、じゃあちなみに何なんですか、趣味っていうか、なんか興味を持っていることって、興味は血、うん、血、おい、もうエンディング近づいてきたのに何ですか、大丈夫か、おい、血、人体模型おい、みんなざわざわしちゃってるから大丈夫だ、それ違う、違う、そういうことじゃない、何、何、何、うん、乱暴な、こういう、こういうものじゃなく、なく、ファッション的に、ファッション的に、ここに目玉をつけるのが好きだったり、うん、あの携帯に、うん、こういうあの心臓つけるのが好きだったり心臓、心臓とかで人体模型なんですけど、おうおう、なんか、すごいですよね、すごいね、これガチャガチャです、300円です300円かけて出すのこれ、はい、で、つけるの、つけるんです、あら、すごいね、結構見るたんびにドン引かれるんですけど、そりゃそうだよ自分は大好きなんですよ、ね、大好きなのね、白血球と、白血球が守ってくれるんですよ、怪我したら白血球出てきて、仮想像作ってくれるんです、誰か止めてくれもうゴールに向かって走ってるのに、そんなにいきなり言われても処理しきれませんよ僕たち、うん、でもキャリーパミュメが、うん、あの目のさ、なんかね、アクセサリーをしたりとか、うん、グロかわいいみたいなね、グロかわいいですね、そうですね、それで、うん、そういう漫画もそういうグロかわいいかわいいのが好きなので、はい、別にね、人を刺したりとか、刺したりしないですね、危ない子じゃないの、危なくないです ですね、来週になったら捕まってるとかそうしないですよね、大丈夫、頑張ります、大丈夫です、あーいやーびっくりした本当に時間足りませんけどねじゃあ最後にですね、うん、やっぱりダイヤの原石を僕は見つけてきましたので、はい、コノちゃんに今後の抱負を聞いてお別れにしたいと思います、はい、さあ将来の夢、今後の抱負を一言、将来の夢は、うん、地球ゴージャスにメインなんだっけ、メインメンバーで出ることです。はい、よく言えました。素晴らしい。は
い、今日のゲストは河野すみれちゃんでした。ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。